教団からコマと申しますか。新しく今のが正解だったなんてありえないわよね。あ、言い忘れておりました。まだベータテスト中で一部の機能が未実装なのですが、そのため現時点ではプレイヤーの皆様が任意に入力したキーワードで OK。 なんだか腑に落ちないけど、まあ無事に入手できる。私が言うのもなんだけど、ファンタジー世界の NPC がベータテストとか未実装とかネタ外れしちゃって大丈夫？今のは運営からのお知らせということにしておいてくださいですがな。ベータ期間中は学習テストでもあるので、実は発言内容にフィルターなどはかかっていないのです。機密と禁止用語以外ですが、もちろん正式サービス開始後は世界観にそぐわない会話は弾かれると思いますです。ということは、ありのままのブーケちゃんと会話型の、もしかしてベータテストが終わったら私たちとの会話は、私の記憶が消されるかどうかは冒険者の皆様の良心にかかっている気がしますです。そういえば前に変な学習をしちゃって凍結された AI とかもいたよね。みんな、ブーケちゃんに変な言葉を教えちゃダメだからね。安心なさって、ブーケちゃんとの愛のメモリーは私が命に変えても守り抜いてみせますわ。ぼちぼち私もパスワードを入れようかしら。パスワード、ブランってば投げやりすぎない？私は少しこだわってみることにするわ。記念すべき最初の新規なわけだし、ラステーションの記念日から取って0123にしましょう。
しい感じだったらどうしよう。そんなに難解な言葉をかけってことはないと思うけど、パスワードなんてどこかに書いてあったかしら。いえ、現在はベータ版で正式なパスワード何でもいいんですか。どうしようかな。わあ、漢字じゃなくていいのね。それなら私はロムちゃんのお顔を描くわ。じゃあ私はラムちゃんのお顔可愛く描くね。イエーイ、アイテムゲット。キラキラして綺麗なコップね。私もゲット。やったね。え、文字じゃなくてもいいの。あでもネプギャーでも何でもいいから。なんだろう、2番目のはちょっと嫌かも。じゃあ私は命中率が上がるように願掛けでもしておくわ。エイムっと。おめでとうございますです。皆様、アメジストの杯を無事入手、そして神器を手に入れたことで新たなる力。やったー、これでお姉ちゃんたちに追いついたね。あれ、ラムちゃんとラムちゃん急に固まって、お姉ちゃんが私たちのお部屋に来ちゃった。ゲームの中で会って驚かせようと。お姉ちゃんたちもみんな一緒にいるから。お姉ちゃん広場で待ってるって言ってた。早く会いに行きたい。待って、私もお姉ちゃんにメッセージ。街に戻るから少し待ってて。送信と。ユニたちもこっちに来るさよ。はあ、ロムとラムの様子を見てきたわ。私のネプギアちゃん、早く会いたいですわ。可愛がるのはいいけど、ネプギアは私の妹だからね。そこんとこ忘れないよ。ネプギア、こっちこっち。お姉ちゃん、無事に会えてよかった。と言っても現実では隣にいるんだけど。ご紹介いたしますわね。この子はネプギアちゃん、私の妹ですわ。はあ、ベイルさん、そんなに押し付けたら。はあ、あったかーい。はあ、ネプギアが状態以上にかかった。ちょっとベイル。私は見ての通り包容力あふれる大人の女性ブランでさえ2人も可愛らしい妹がいるんです。おい、今ちらっと何かを見なかったか。あら、今は胸の話題なんて。お姉ちゃん落ち着いて。わー、怖い怖い。みんなも胸の話題には気をつけようね。さてさて、今のうちに妹たち4人を紹介しておこうか。ネプギアは私の妹で、プラネテウムの女神候補生。候補生っていうのは第2第3の女神。見た目とか話し方の印象から、実は機械やネットワーク系にすごく強い。ユニちゃんはノアールの妹で、ラステーション。ネプギアとは趣味はあって、ロムちゃんとラムちゃんはブラ、こっちのおとなしい方の子がロムちゃんだよ。内気で人見知りだからずっとラムちゃんにくっついてるんだ。だけど心情を擬音にして格好内で言う癖が。で、双子の元気な、とにかく活発でいたずら好きなんだけど、ロムちゃんと足して2で割ったらブラック。2人ともお絵描きが大好きで、よくブランの本紹介はこんなところかな。カメラさん、元のイベントに戻って。ユニは盗賊を選んだのね。いつも、うん、ありがとう。お姉ちゃん、職業はいつものガンナーとは違うけど、今回は雰囲気を変えて二丁拳銃にしてみたの。でもこっちの世界ではキルレもリコイルコントロールも FPS は遊びじゃないもの。ユニちゃん、その話題は私とベールさんしくと。私ってばつい。ネプギアは魔法使いだね、その格好。ありがとう。お姉ちゃんの司祭でお姉ちゃんをサポートするのもいいかなって思ったんだけど、それはブランさんがやってる。お姉ちゃん落ち着いて。何のこと、取り乱す様子。うん、どう、かっこいいでしょ。うん、守ってあげる。ラムちゃんと頑張る。よろしく。ラムちゃん、ラムちゃん、ネプテューヌちゃん知ってる？忍者は魔法みたいな忍術も使えるのよ。だから私はずっと前衛じゃなくてヒットアンドウェイで戦うんだから。ウェイ、つまり遠距離にも対応してるってこと？汚い、さすがに。you
しゃいませ。またのお越しをお待ちしております。ご相談がありますの。おお、ギルド面みたいな感じ。ネトゲによくあるギルドシステム的なものは。それじゃあ早速今から決めるとしましょうか。何がいいでしょうか。はいはい、女神通信とかどう。ひらがなだとちょっと気が抜けちゃうわね。この名前はひらがなじゃないとダメだって。それじゃあゲーム業界っぽい言葉で8ビットというのか。個人的には嫌いじゃありませんけれど、今後人数が増える可能性。確かにそうね。エグゼドライバーズとか。自分一人だったらなんとか招待とかなんとかアーミー。女神が8人いるから。女神ズ、守護女神ズ。可愛いけどひらがな NG っていう。ゲーム業界の守護女神のことでしたら。短くて呼びやすいし。 CPU？ 私もちゃんと覚えたよ。特に反対意見はなさ。それじゃあ私たちのパーティー名は CPU に決定。もっと悩むかと思いましたけれど、一気に決まってよかったですわね。ようこそ大聖堂へ。ここにはアルスガルドの住人からの依頼を受け